こんばんはです。する予定は特になかったんですけど、金曜日だと意外と皆さんが見てくださるということに、気づいてきたので23時頃携帯見てる時間じゃないかなと思いつけてみました。私はさっき1時間くらい前に帰ってきて、お風呂をインスタライブしますって言ってから即お風呂に行って即出てきたところですふふふ。別になんかこれといって話す話題があるわけではないんですけど、なんか私はあんまり質問コーナー的なこともインスタでしてきていない方なので、こういう時になんか皆さんと気軽に皆さんと気軽に、はい、コミュニケーション取れたらなと思ってつけました。質問とかあったらなんかコメントとかの方にお願いします。そうです。あ、ギター、そうですね。早速、アウーの先日の3月6日のライブでギターを初めて皆さんの前で弾きましたね。なんか。ステージ上で弾いたことなかったのでずっと弾くことを渋っていたんですけど、アウーのみんながめちゃくちゃ優しくてというかリコちゃんいつ弾くんみたいな感じでやや煽られてたので、よしやろうと思ってライブでも弾くようになりました。ちょっとずつ曲も増やしていけたらと思います。頑張りますんで楽しみにしておいてください。ちょっとずつコメントを見ながら話していきます。アウーの話も多分1個前にしたインスタライブ、1個前にしたって言っても多分 2,3 ヶ月前のインスタライブだと思うんですけど、それ以来あんまり触れてはいないのでそういう話もできたらです。ラーメン美味しかったですか？美味しかったです。渋谷にあるお店気楽に行きたかったんですけど混んでて、その前にある名前忘れちゃったとこに行ったんですけど、めっちゃ美味しかったのでおすすめですこっそり好きなお寿司のネタ教えてください。え、難しい。お寿司は全部好きですよ。お寿司ね、お寿司食べて、今日お寿司食べようかとも迷ったんですよ。今日実は夜はちょっとだけ Spotify オーイーストかなでやってる渋谷ライブちょっとチラッと見てきたりしてて、なんかそこで途中でお寿司のなんかなんていうんですか、映像が転換の時に流れてるんですよ。お寿司食べたいなみたいな話もマネージャーさんとしてたんですけど、ラーメン食べました。あ、でお寿司ねでお寿司は長く悩むなよって感じですよ。アナゴ、全部好き。あら、マグロちょっと迷います。最近見た映画の話とか聞きたいです。ちょっと待ってくださいね。いろいろ、あ、映画ね、あ、ちょっと待ってね。どっから行こう。ちょっとアウーの話しようか。手焼き CD リコちゃんサインでした。一生の宝物です。本当にありがとう、
ありがとう。そうあれもね、なんかひかるちゃんが割と丁寧にドタバタでみたいなのを X の方に書いてくれててめっちゃ助かったんですけど、そうあの時はね本当にね前日発覚してしまって、その当日売れないっていうのが、みんなで朝からそのいろいろ外付けのドライブを持っている人は外付けのドライブを PC 使って焼いたり、あとはスタジオに行ってその焼ける機械があるんですけど、行って焼く人もいたり、こう散らばってそれぞれ担当した曲を主に焼いたりしながら結構作りました。たくさん数百枚ぐらいはもう作ってサインしました。でもなんか楽しかったですね。手作業をするの個人的にすごい好きなので楽しかったです。宝物にしてくれて嬉しいですっていうか花粉症に、ね、なったっぽくてですね、去年まで認めてなかったんですけど多分花粉症になったっぽくて、こんなに大変なんですねマイク、あら意外です。アウーってなんで O が3つなんですか。アウーはメンバーの血液型から取りました。 A 型で、つみきさん、ひかるちゃん、スリーさんが OOO 型なんでアウーですこれ、ね、口で説明すると恥ずかしいやつですね、バンド名っていうものは。イエロートゥーイの時に使ってた楽器は鍵盤ですかね、ちっちゃい。あ、アフーの次の京都はもうソールドアウトいたしました。そう。でもその後また東京の方とかでもイベントとかライブはたくさんできたらなと考えておりますので、少々お待ちください。ゆくゆくギターを歯で弾きますか。好きな寿司ネタを教えてください歯で弾きますか、これえ難しそうですね。兆楽美味しいです。そうなんですよ、兆楽と喜楽で迷ったんですけど、どっちも混んでそうって諦めました。町中華系はね美味しいですよね。最近絶望したことはありますか。絶望あったはずなんですよね。大きな絶望、アウーのライブの時にギターソロでスリーさんの方を向いて弾いて戻ってきてラストサビ歌うところでギターのネックをスタンドマイクの先にぶつけて、スタンドマイクがギターのネックでビューンってこっちに行って歌いたいけどマイクがここになくて持ってこなくちゃいけなかったんですね。もう完全に大失態なんですけど、でラストサビ頭が歌えなかったっていう自分にすごく失望しました。今日俺は生姜焼きを食べました。私も昨日生姜焼きでした。
映画の話ちょっと待ってくださいね。青い煙めっちゃ好きです。ありがとうございます。ひかるちゃんと一緒に作りました。いにしえの CDR、 CDR って最近でもなかなかね、使わないですよね。私はちっちゃい頃に DVD をよく焼いたりしていたんですけれど、まあ、CD もか、懐かしかったです。懐かしいですけど貴重なものになればいいなと思っているので、毎月注射打ってます。花粉症いろいろ治療法あるらしいですもんね。注射あれですよね、皮下注射みたいなやつ、何がいいんですかね。あ、なんだっけ、舌下、舌の下に何か薬入れるのか、なんか飲むやつもあるみたいですね。うんふんうんふんうんふん。ああ、なんか私もしかして質問見るのめっちゃ遅いかも。あ、京都行くから会うの、次の京都来てくださる方が結構いますね。ありがとうございます。関西の方かな。そうね、はがき、ポストカードかな、次回持ってきてくださるとサインの入ったデモと交換できますので、持ってきていただけると嬉しいです。髪は染めますか。髪はもうね、傷んだんですよ。大学入学したぞの瞬間から青にしたんですけど、入学オリエンテーションとかに行ったらまだみんな黒くてめっちゃ目立って恥ずかしかったのを覚えてるんですよ。赤い公園のお姉さんたちがめっちゃ喜んでくれて、痛めば痛むほどみたいな感じで喜んでくれて、それが嬉しくてどんどん痛めちゃったんですけど、本当に取り返しのつかないことになりそうだったので、今は髪を休めております。ステッカー以外のグッズも作れるようにします。合うね。鼻の粘膜を焼くやつ、ステロイド系の治療、鼻の下、ロラタジンってお薬で、ロラタジン、おお、最近吊るす人形新しくお迎えしたのってありますか。なんか特に私が家で吊るしてるわけじゃないんですよね。なんかその外で、例えば商店街とか歩いてて、お店のショーケースの中でなんか売り物とは別になんか店員さんのお気持ちでなんかぬいぐるみがパッみたいになってるのを見ると、あっみたいな気持ちになっちゃうんですよね。なのでこう自宅でっていうか外で見ることにこうちょっと喜びを感じるタイプです。アクスタ欲しいです。意外ですね。洋画、あ、下まで行った。
なのでまあそう吊るされた人形、まあ、吊るされたというかこうショーウィンドウみたいなところから不意に覗いてるみたいなのがあったら教えてください。なんかいくらでも送りつけてくださいっていう感じです。そう映画はね見てます。なんだっけ最近見たやつ、多分直近で見たのはそのままこの間投稿の方にあげた気がするんですけど、ね意外と私的には期待値みたいなのがそんなに高くなかったけど、おおみたいな良かったのがファーストカウ。私ちゃんとレビューしてない可能性があるんですけど、ファーストカー A24 の作品で、今日人とも話してて、あそういえば私ファーストカーを見てたと思って思い出したんですけど、あとはねそうカラオケ行こう、山下監督のカラオケ行こうはめちゃくちゃ面白かったです。比較的普段は洋画を見ることの方が多いんですけど、方が面白かったですね。そうあの私よくあのアトロク、歌丸さんのアトロクを参考にしていますかみたいなあのコメントとかいただくんですけど、あまりそんなこともなく、あもちろんたまにチェックしたりしているんですけど、実はでも基本はこう自分で探しに行っていろんな映画サイト見て決める方なので、あとねの解剖学とか、あとはあねパリピ孔明に出演されてた、斉藤天吾くんっていう俳優さんがいるんですけど、天吾くんに招待してもらって明けましておめでたい人っていう作品を見たんですけど、邦画で、そう主演の俳優さんが企画と脚本もされてて、こういうタイプの映画、ドキュメンタリーっぽくてしかも自分の経験をもとにされて映画を作っているっていうので面白いなって思いながらトークショーまで楽しませてもらいました。うん、あソウルメイトね、私あのあっちを原作の方、中国版4年くらい前にやってたやつの方を見てはいるんですけど、ちょっと今回のそのリメイク版まだ見ていないんですよね。気になってはいます。韓国の映画とかはめっちゃ見ます。めっちゃ見るし、あのドラマも夜中とかにパーって見るタイプなんですけど、あの最近のあれがすごく良かったです。殺人者のパラドックス、殺人者のパラドックスは私はチェ・ウシクさんの演技がすごく好きなので、何度も豹変していくあの役柄に惹かれましたね。怖いやつですか？ホラー的な怖さはないんですけど、画面結構殺したりとか血がバーみたいなのがあるので
まあ、グロさはちょっとあるかもしれないですね。 あとね、最近私刀これまでずっと今もそんな得意じゃないんですけど、ちょっとずつ慣れてきたのか、その刀系が見れるようになってたんですよね。なってるんですよ。でそれ で時代劇系を最近ドラマの方とかでも見てて、で、あのフクロウっていう映画を、韓国のあれはなんだろう、スリラーとかそっちに分類される、ホラーではないと思うんですけど、それを見に行ってたら、あ、意外といけるかもって思って、私まあ面白かったです。初めて見るパターンの驚き、スリル的な要素で、こう、あとはトリックとして そうでもね、まだ見れてないのたくさんある。そうなんです、見れてないのがいっぱい、今思い出せないけど、ああ歴史サスペンス的なジャンルです、ありがとうございます。そうです、フクロウ、そうか、実話ベースになって、一応実話ベースになっているものなので歴史サスペンスっていうジャンルです、ありがとうございます。そうですね、そう歴史ものとかは好きなので見に行ったりします。結構気まぐれで始めちゃったので、今自分から話題があんまり出てこないのですが、何か質問とかはあったらお願いいたします。あ、質問こっちにもありましたね。今年受験生になります。頑張っても成果が出なかったりすることがあります。うまくいかない時にどうやって立ち直りますか、教えてください。模試ってです全然結果出ないですよね。私も模試は全然結果が出なくて、学校の試験はめっちゃ頑張ったんですよ、学校の試験だけでもと思って。学校のテストでは範囲がもう決まってるからめっちゃ頑張れたんですけど、そうだよね、先生にアドバイスするのはね、とてもね、だって同じ自分が受験、あ、選択ができたみたいですすいませんね、選択してました。皆さんならなんてアドバイスしますか。ね、大変なんですよね、受験大変ですよね。でもそう、私の場合は途中マジで大学に行くの、あーもう大学行くの嫌だよみたいなくらい勉強つらかったことあったんですけど、行ったらでとても楽しいんですよ、やっぱり勉強することがすいません、またそう選択がねピーピーって、そうね、だからなんかいい大学に行ってほしいとかっていうことは全くなくて、なんかよ新しい場を自分で獲得してまた自然と勉強して吸収いくことで視野が広がったりしてすごく楽しいと思う、予想外に楽しいと思うので、私はめっちゃ楽しかったので結果、うん、そんな未来が自分にもいつか訪れるはずと想像しながら勉強頑張ってほしい。
そうだね、本当にね、結果が出ないしさ、その全国でさ競ってるからさ、壁がとてつもなく高く感じますよね。うん、県内だったらこう数が想像できるけど、全国レベルってなると本当に上どこみたいになりません？私も本当そうでした。でも今本当に勉強してきたことが、それこそ大学で勉強してきたことが、それこそなんか映画見たりするときに、私の場合は自分の学んだところからの視点で見たりすることができて、個人的には面白いんですよね。っていう自分なりのなんか社会の見方とかができたりしたので、しているはずなので、うん、そういう素敵な、未来が待っていると信じていてほしいです。頑張れ、ね、でも頑張れって、そう、私はあんまり頑張れって人に言えないから、一緒に頑張ろうかな、一緒に頑張りましょう、私も頑張りますそうだね、こんなのでいいですかね。ありがとう、なんかすいませんあうーで、ツアーに行きたい県はありますか？全部に行きたいです私は結構なんだ、飛行機とか新幹線とかで移動するよりも、みんなでこう車に乗って移動するのが個人的にはすごい好きなので、それができるかは分かんないんですけど、なんか大変なことの方がなんだかんだ楽しかったりするんですよね、思い出した時。なんかそういうことばっかり、そういうことが意外と多いんですけど、記憶に濃く残るので、そういうこと、なんかまたそういう機会があったらなとか思ったりしてます。で、西日本ももうちょっとね行きたいですね。地元の広島もね。 T シャツパプリカですか？パーフェクトブルーです。あ、嬉しいです。1年必死でもがいて、1年間ねずっとやってるとマジで大変だと思うから、休みながら頑張ってください。期間を決めたりして。スリーさんいじり好き。なんかメンバーのもうちょっとずつ距離が縮まってきた感じがありましてね。スリーさん面白い方ですねはい、なんかみんな面白いんですよ。みんなめちゃくちゃ面白いんですけど、なんかスリーさん、あとつみきさんとスリーさん関西の方なので、なんか逆に関西の人に、まあ、なんでやねんって言われるのもなんかちょっと嬉しい気持ちにはやっぱなるんですけど、言いたくなっちゃうんですよね、もはや。なんでやねんって、なんかツッコミどころをつい探してしまう、ふざけたくなっちゃうんです。会うのみんな前回、この間も本番直前までちょっとふざけすぎていたので、真面目に頑張りますよ、頑張りますよなんか会うの話してるとふざけちゃいますね。こんな感じですかね。あんまりね長くしても、金曜日だからといって長くしても、もっと皆さんも他のことに時間を費やしたいとも思いますので。あ、でも今年初めてですかね、インスタライブは。そんかな。今年もめきめき頑張りますので、私こう皆さんがきっと期待してくださっている会うの方でも多分今年はたくさん情報が出せるんじゃないかなと
思いますので、ご期待ください。なんか意外と皆さんが映画の情報とかも気にしてくださってるのすごく嬉しいので、そういう自分からも見た映画面白かったよみたいな共有はできたらなと思いますね。はい、 TikTok の方に歌もあげたいと思います。すごい意外とまだまだインスタライブしてほしいけど洗濯物待ってるからね。そうなんです、こうカピカピになっちゃうとあれなのでね。アーカイブ今日だけ残してください。どうなんですかね、アーカイブ残ってたら嬉しいですか、嬉しいですかね、どうですか。あんま前確か一日だけ残したと思うんですけど、どうですかね、嬉しい、微妙ですかね、どんくらいかな、まあ1日くらいかな、嬉しいのよ。じゃあちょいと残しますんで、まあ1日くらいかな、残しますので見ていただけたらと思います。じゃあまた何かでお会いしましょう。おやすみなさい。あれちょっと待ってね。バツ。